はい、どうも皆さんこんにちは。暑いですね。関東甲信越も、梅雨が明けたということで、その1日前ぐらいからですね、この北海道も蝦夷梅雨がどうやら明けたと。まあ、北海道には梅雨がないって言われてるんですけど、事実上蝦夷梅雨がありまして、で特に、天気予報等が、入った終わったってことを発表してくれませんので、住民が勝手に認識するしかないということであります。で今まだ、札幌市内はですね、外気温が30度以上あります。で今この私の高床式住宅は34度あります。はい。でこういう時はですね、もうすでに対象がスタンバっていますが、スッポン釣りに限ると。でおよそ1ヶ月前にですね、同居人のブラウントラウトを食べちゃいまして、それ以来ですね、まあ水温の上昇とともに活性が今最高潮っていうのもあるんですけど、非常に餌をねだるようになりまして、私が餌をもたらすということをですね、学習したようです。なので納涼のスッポン釣りをしたいと思います。これ大きい個体でやると、血の流れることになりますので注意してください。そう、ほら釣れた釣れた、やった釣れた、ほら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 、もうセクシー吐息出ましたね今ね、息が切れちゃって。まあスッポンはですね、噛むと離さないって言いますけど、まあそうなんですけど、まあ噛まれたら水につけると安心して水の遠くに逃げていくと。ただ、陸上にあって追い込んでもうパニック状態になると、イタチの最後っぺで向かってくる。その時の噛む力がすごいんですよね。ただこれぐらいのサイズだと、まあこういう柔らかいとこ噛まれちゃうとやばいんですけど、指先みたいにも硬い爪も伴っているようなところであれば、まあ噛んでも大丈夫と。これが結構面白くてですね、まあ24時間ぶりにやってるんですけど、あんまりやるとね、もう来なくなるんですよ。魚釣りですよね、本当に。さっき噛んだらなんかおかしな状態になったよ、これって分かってるんですよね。ほら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 、じゃあ左手はどうだい？形がちょっと違うかな。どうだい？考えてる考えてる。来るか来るか来るかね。昨日3回ぐらい来たんだけどな。ほら来い、行け、よしよし来い、そうだ、よしフッキングしろ、よーい釣れたっていう感じですね。まあこれはちょっと危険な遊びなので、ちゃんとしたね、まあサイズ的にこれが非常にいいので、これを食べていただこうと思います。ヘイベイビーポンコちゃん、カムヒア。この動きに来るようになったんですけどね、ちょっと今2回も釣っちゃったから、両手で釣っちゃったから来ないかもしれないな。あれから一度潜ったんですけど、飯の準備をしている間にまたこういうところに出てくるんですよ。いでよいでよポンコ、いでよポンコ。やっぱこの辺ちゃんと魚っぽいですよね。さっきの一見があるから変なものをかじってしまったみたいなね。こういうことやんないとこうやると永遠に出てきますから、さっきの警戒心が芽生えちゃったね。じゃあ1個先に先行してあげましょう。はい、パグー。もう丸飲みですね。ほぼほぼ丸飲みです。よいで、今の首の動き、身を守る方向に頭がいいですよね。
手から餌を食べる、まあ、あの時に要するにガシッてきた時に餌を離せばポッと口の中入るって感じですね。この辺をこうバグってやりますんで、その時にスプッてやるとこう入っていくと。残念ながらこうやった時に餌だけバグってやるっていうことはちょっと難しいですね。まあ、水中から狙ってますからね、シンクロナイズスイミングみたいな状態なんでなかなか難易度高いと思います。じゃあ最後頬張る姿を見てお別れしましょう。はい、バクン。パワフル。